時刻は午後1時を回りました。こんにちは、ハリセンボンの箕輪はるかです。今日5月16日は旅の日です、うん、松尾芭蕉の奥の細道が始まった日ということで定められました、うん、ナイツザラジオショーも放送という旅を続けて昨日でついに700回、うん、これからも皆さんに楽しい旅をお届けしたいと思います。それでは漫才協会のヤジさん北さんことナイツのお二人の登場です。漫才協会のヤジさんです。北さんです。はい、そして奥の近道です。ありがとうございます。ブランクです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。いやね、うん、旅の日だったんですね。旅の日、はい、なるほど。旅の日、旅といえばでもね、はるかちゃん一人旅ですから。あ、そうですね。やっぱり円安、ね、円安がね今、はい、来ちゃったから行けなくなったと。ちょっとね、まあ、ちょっとね奮発していきたいなと思うんですけどね。年に1回はね、そうですね、やっぱ行きたいよね、はい、うん、なんでもう一回ちゃんと聞いてなかった。奥の細道松尾芭蕉の奥の細道が始まった日ということで、うん、5月16日旅の日、今日から出発したってことですか。そんなの記録に残ってるんだね。そうですね、微妙だけどね、うん、まあ、そのゴールデンウィークが終わったばっかりで、ゴールデンウィークとか、うん、なんか旅の日っていうのもそうか、確かに。いや、まあ、当時はそれないでしょ、うん、ゴールデンウィーク、うん、今の世間的にはゴールデンウィーク終わった直後に旅の日って言われてもね、うん、あんまこの時になんか全然なんか気分が乗ってかない。そうだね、旅の気分が乗ってか、うん、一番乗ってかない時期だよね。そう、何に、なんか別にあの大河とかの主役にもなってるわけじゃないし。そう、松尾芭蕉、うん、あるかもね。でもそのうちね、松尾芭蕉、今回がだって紫式部なわけだから、それ文化人の会も全然あってもいいもんね。そうだよね、うん、確かに松尾芭蕉の方が後ですよね、余裕で、うんうん、そうだよね、うん、そうですね、うん、まあ、戦わないやつもあってもいいかもしれないね。そうだね、うん、今もさ、紫式部の光る君へもさ、うん、戦わないけど、うん、ね、戦国時代とかじゃないけど、うんうん、ちょいちょいなんかあるよね、その、うん、あの争い事があって、あ、まあまあ、政治的な争い事とか、うんうん、ね、うん、なんか急に弓矢引いたりとかもあるから、そう、面白いよね結構この、 あの平安時代も毒とか多いよね、なんかね。と、あと、まあ、呪詛ね。呪い殺す。すごい時代だよね。本当にあるのかな、でも呪詛しただろうっていうので、もうね、罪になるぐらいの、そういう時代だからね。面白いよ。面白い。光る君。あの時代のなかなかドラマないから。結構話題になってる。あ、ちょっとあんまり。あの人、ファーストサマーウイカもすごいね。ああ、清少納言でね。ね。うん、むっちゃ大事な役じゃんね。上手ですね、やっぱ。もうだから、あの、タイガー見ててさ、うん、あの、初めのオープニングの時にさ、うん、あの、一人で出る人っているじゃん、もう。主役級の。うん、もう、二人出るとか、あの、名前が。うん、あ、うん、回あ、あの、うん、名前、あの、オープニングの名前ね。もう、ファーストサマーウィーカー、一人だからね。ああ。すげえなと思う、ね。そうだよね。清少納言役だから。うん、それは。そう。うん、あの時になんか、二つ、処理されちゃってるみたいな、みんな、俳優、この俳優二つ処理されちゃってる。あれをだから決めるプロデューサーが大変なんでしょ。大変だよ、ね、そう、なんかドラマでもやってたもんね、うん、そういうやつね。時間もね、決まってますしね。ね、そうだよ、うん、で。出す順番とか。出す順番、うるさいらしいからね、うん。あれが重要なわけでしょ。確かに。この人重要だと思ってたのに、なんか6人のうちの1人になってるみたいな。そうなんだよね。うん、あるあるある。ありますよね。いいんだ、ここでいいんだ、みたいな。ここでいいんだみたいな。ベッキーここでいいんだみたいな。でもベッキー出てんのドラマ。あ、そうなんですね。ドラマ出てんの。怖いやつ。あ、うん、なるほど。あ、それで今金髪に。金髪にしてさ、ね、役作り。すっげえ悪い役で出てんだけど。へえ。うん。その時もなんか5人ぐらいで、あの、ベッキーって出てる。あ、ベッキー。なんかもう一気にされちゃってんの。あんな いい役なのにって俺は思ってんだけど。この間もあちこちオードリーでなんかそのお芝居の話になって、うん、ああ、そうか、一緒に出たんだね、うん、だからすごい明るくて、うん、こう気遣いの人じゃないですか、うん、だから悪い役とか、うん、その心が傷ついたりとかしないのかなって思ったりとかしてたんですけど、ね、ベッキーの悪い役がものすごく怖いんだよね、合ってんだよ、うん、そうみたいですね、あの金髪で髪、うんうん、結んで片方だけ、うん、めちゃくちゃ追いかけて銃ですぐ殺すのよ、人を撃って、そうなの、そうなの、まあ、それでまたタイムリークしたりするドラマなんだけど、めちゃくちゃ怖いよ本当見たら、あ、そう、うん、じゃあもう銃持って演技力がいいんじゃないやっぱり、うん、ね、なんかこうなんつうの合ってんだよね、そう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 、そういう
ビッキーさんも、うん、なんかすごい悪い役がすごい楽しい、うん、楽しいんだ、あ、そうなんだ、なんか普段言わないから、うん、その口が悪かったりするのも、うん、すっごいなんか乗ってできるみたいなこと言ってて、そうなんだみたいな、普段違うことができるっていうことは役者さんの妙理ですから、そうですね、うん、確かにそうだよね、そういうのがでも楽しめるって、うん、相当すごいね、なんか役者さんとしてやっぱね、演技力あるんだろうね。やっぱりそのうわってなるもんね。ボケれないからドラマだと。なんかうわってなるのボケれないから。なんでボケないで何を言ってんだろうってやっぱり思っちゃう。もうたまんないんだ。たまんないでしょ。それは。おかしくなっちゃうんですか。意味がわかんないじゃん。一課長。この時間に何時出たということは。犯人はこの辺りが何とかですね。それで棒読みになっちゃうの。そんな中抑え込むから、ね、なんか自分の感情を。それはあると思う。それで棒読みになっちゃうのか。う必死に。もうその棒を外しちゃったらもうすごいことになっちゃうから。それはあると思う。いいよ、言い直さなくて。そこは普通でいいだろ、別に今お芝居じゃないんで。確かに書いたことそのまんま言ってるな、みたいなのが、やっぱ芸人だったらちょっと普段はやらないことですもんね。そうだね。なんか、それが一番面白いみたいな感情になっちゃうと。なっちゃうね。笑いこらえたりとかのモードになっちゃうと大変だよね。これ今何やってんだ、俺何やってんだが面白くなっちゃったら、もうそれもう地獄だよ、地獄、そっからのお芝居やんなきゃいけないってなるの、そのさ、全会社員そうなんじゃないの。なんか分かんないけど、普通の人そんな感情にならないと思うよ。何やってんだろうって言い始めちゃったらね、言い始めちゃったらもう本当にそれがもう我慢できなくなっちゃってっていう、なんかあの学校の先生とかもさ、教科書何ページ開いて、なってたよ。何かね。去年と同じこと言ってる。同じことを書いてる。それが大事な時とかにね、入学式、卒業式とかで、そう、卒業生とか泣いてる時とかに余計なっちゃったりとか。なっちゃうと思うね。そうなったらダメよ。まあ、やっぱりそうなっちゃダメだけど、もう何にも考えない。なっちゃうのもなんかね、うん、違うでしょ、うん、こうロボットじゃないから、うん、難しいよね、そうですね、やっぱ役者さんはすごいな、そういう役者すごいがあっても絶対だから演劇1日2回公演とかやるじゃん、 あんなのがさ俺マジで信じられないのよ、本当だよね、絶対変えたくなるじゃん、不倫にして1回目の、ね、うん、同じことしなきゃいけない。だってドラマだってそうじゃん。どうなカメリ派からさ、うん、同じくだりを何回も結局やるわけだもんね。うん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 、それも嫌じゃない。なんか本番だってそのカメラの角度変えてもかいみたいな。あれも。だ今日、昨日またやるじゃん、コンプレックス。今日ね。ライブ。昨日、今日。飽きちゃってさ。変えてみる今日ボーカルとかって言ってたの。俺やろうか、俺シンバルキックやろうか、布袋さんと絶対やるかな、それはないでしょ、週にファンは喜びますけど、まあ、喜ばないだろ、2日公演でないだろ、それはいきなり一回やって飽きちゃったんだよ。ボーカルも変えちゃうんですか、ボーカルも変えちゃ ちゃうみたいな、うん、今日俺やろうか、それはないでしょ、歌詞も変えちゃうんか、わかんないけど、今日ユーミン歌おうかとか。いやマジでさ急にユーミンが歌いたくなるとか、超面白いけどね、ね、一曲ぐらいあっても、うんうんうん、確かにそういうのが遊び心じゃないけど、ね、あ、まさかこの人の歌を歌うのかみたいな、うそうそうそ う, そ う, もう全然若い子の、確かに、あのちゃんとかさ急に中多様性歌うとか急にコンプレックス、ケン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 、布袋さんなんだ、メイン布袋さんなんだよ、聞きたいすごかったね、本当に、でもやっぱ5万人ってさ、すごい人数だね、改めて思ったけど、5万人だって、5万人ってすごいくない、だってすごいですね、日本の人口のね、何百分の。まあ、それ言い出したらまああれだけど。それ言い出すと、うん、すっごい、すっごい分の1になっちゃうんだけど、それは。いやいやいや、でもまあ、でも5万だよ。5万が1箇所に集まるってことがすごい、ね。1箇所に集まるのってすごいよな。ね、おーみたいな。盛り上がった声とかすごいんじゃないですか。地響きみたいな。そうそうそう。だからもう揺れてたもん。うわーみたいな。ね、
そのビバリで言ってたけど、俺も外にいたから。うん。うん、そうそう、露天風呂にいたんだ。そう。スパラクアで整ってたから。うん、整い中に聞こえた。聞こえるんだ。Be my baby。そんな本当に、はっきり Be my baby はもう絶対、でもまあ、聞こえた。全員、やっぱり、うん、歌ってたでしょ。確実に、うん、あの、歌えるじゃないですか。はいはい、もう、やっぱりファンの人でも、うん、その、全部歌詞覚えてる人、もういれば、うん、やっぱり代表曲だけは絶対歌えるっていう人いるじゃないですか、うん、もちろん、まあうち兄なんかはもうやっぱりめちゃくちゃ聴いてたけど、うん、もう三十何年ぶりに今回コンプレックス聴いたやっぱ思い出すなみたいな感じで、ね、でも歌詞はやっぱり出てこないんだけど、うん、もう俺はやっぱり好きな曲は、うん、あのもちろん全部歌うんだけど、うん、もう圧倒的にその恋を止めないでとか、うん、もうランブリングマンとか恋を止めないでの時のあの合唱率の高さは、ね、夜のデートは危険すぎ、うん、超贅沢な歌だね。気持ちよかった。楽しいですよね。気持ちよかった。だからあんなのさ、もう携帯の電源とか切ってんだろうけど、うん、ピーとか鳴ったって関係ないだろうね、音鳴ったって。うん、ああ、そっか。うん、一瞬でもやっぱ曲とかによってはシーンってなる瞬間もあるんでしょ。シーンってなる瞬間、ね、静かになる瞬間が多分ないね。あ、そうなんだ。うん、まあなったとしてもみんなホテーって言ってるから。あ、そこで言うんだ。うん、なるほどね。もう途切れなかったよ、ずっと。ギカーとかあーとかずっとずっとドゥンドゥンドゥンとかずっとやってるから。ずっとやってるって何？ずっとドゥン音とか合わせてずっと。ああ。でてて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 てうわーみたいな。お笑いでああいうのないかな。お笑いで。だから俺ダセーなと思ったのよ。漫才。一回一回どうもーとか出てくるの超ダサくね、なんか。どうもーつってニコニコでね。クソニコニコで。だってそんなもん。上下を分けて、あの視線を分けて上下に。上下を分けてたけどね、布袋さんも。布袋さん分けてた。上の方に行って、うわーって見たり。上下に。ツッコミソロみたいな、ツッコミソロみたいなもんでしょ、これ。ツッコミソロ。漫才ツッコミソロってあんま言わない。ダサいよね。漫才、うん、それもそう。でも、と比べたらね。暗転とかも似合わないしな。暗転とか名店も。うん、やっぱり、お笑いって、漫才って特にそうだけど。確かに。そうなんか5万人を笑わせるとかも結構難しいですよね。そうだね。あとそのやっぱ歌みたいに合唱みんながもうみんなが一斉に言うとか、それは俺は客席がみんなで言うみたいな漫才もないよね、うん、そういう、うん、でもあの気持ちよさを一度知ってしまうと、うん、お客さんも絶対にやった方がいいと思う、うん、やっぱり昨日だと、うん、ドーンストーンマイラブとかみんなで歌う時の気持ちよさとか、うん、あとフーとか、うん、あとなんかこうハードのポーズとか、うん、それみんなでこうやるたりする時になんかやっぱ一つになるじゃない、うん、なんかポーズと掛け声は必要だなと思った。これから漫才でも、うん、だから何でこう一斉に声出す。今はあの水原一平さんの水原ペイっていうのやってんの。伸ばし棒じゃねえよ。伸ばし棒じゃないよ。あのペイをみんなで言ってもらいたい。で言ってもらいたいの。水原ペイ。ペイ。うん、2回目の時俺も一緒に言うからね。あ、そうですね。だその時にお客さんも言ってほしいんだ、うん。言ってほしいの。うん、あと必ず腰を上げるって時にはいって言ってもらいたい。あ、捜査員をやってほしい。捜査員やってほしい。そうまだでも、うん、うん、なんだろうな、うん。そこまでまだあれだね。言わねえだろ。うん、言わないでしょ。でも、謎かけで、ねずっちとかは言わすよね。その心はってみんなに言わすよね。うんうんうん、で一応そんな、まあ、芸人によっては、ここはみんな言ってくださいって言って、ね、うん、そうなんだよ、やるやつとかもあるから。あれいいよ、本当に。楽しいもん、ね、一個あってもいいかもね。自分がお客さんだったら、うん、なんかいっぱい声出すのって必要だなと思うから、うん。うん、間違ってたなと思ったの。それこそ、ヤホーの時って、うん、もう正直受けないじゃない。ヤホーに対してヤフーだろって普通に言っても。昔から受けてねえよ。昔からそんな受けてねえよそこ。だからその時だけはみんなでヤフーだろって言うとかね。なんかみんなで、あ、そうだね。うん、それはいいんで、みんなで突っ込みたいとか、そうですね、そういうのは一個あってもいいかもしれない、ね。どうも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 、昨日インターネットのヤホーで調べたんですけど、うん、せーの、ヤフーだろう。言ったところでか、うん、言ったところでか、これは、うんうん、
ね、あ、メールもちょうど来てます。はいはい、カニエイーストさん、うん。ナイツやハリセンボンのライブもロックバンドのコンサートのように、観客からヤホー、角野卓造じゃねえよなどのヤジが飛んできたらやりづらいですか、うん、あ、角野卓造じゃねえよ。まあ、いいじゃん。どっちもでもお客さんから言うと、やっぱちょっとあれかもね。ああ、でも言わ、あの、コーラコお休みですかみたいなのは言ってもらうことありますね。ああ、言うんだ。そう、春菜が突っ込める形で。そう言ってくれるお客さんいるんだ。いますいます。すごいね。結構求めると、うん、もう止まらない時あります。あ、そうなんだ。クッキー焼かないんですかみたいな。ああ、でもやってみたいんだよね、お客さんもね。そうですね。それ面白い。それはハリセンボンは多分相当ある方だと思う。そうだよ、ね。俺たちはそんなにないと思う。そうか、確かに。ちょっとお客さんも考えてね、うん、どういう言い方したらとかっていうのがあるから。うん、そうですね。ね。確かに。受けたら自分がこう、やっぱ、笑い取ったみたいな感覚になれるから。うん、そうですね。やりがいがあるのかもしれない。いいやりとりのパターンがあるかもしれない。掛け合いだよね、うん。だからやっぱコンサートのように、ずっとこの歌みたいになるってことはなかなかないじゃない、うん、だからやっぱりコンプレックスのネタもあるんですよ、うん、恋を止めないで、うん、ダンスタンダンダン恋を止めないで固定が強いだろっていうネタ、うん、その時にみんな歌ってもらおうかも、ダンスタン歌をみんなでもう漫才の中の歌を、うん、でマイクこうやって歌っちゃう、ドーン、ストーン、マンガーンって歌ってもらう。コンサートじゃん、本当に、それは。人の歌でやる。昨日見たやつだから、それをやりたいの。それでも喜ぶかもしれない、ね。喜ぶかな。そうか。マスカレードの時も、はい、はい、マスカレード。歌が一番いいんじゃない？そうですね。うん、まあ、ね、歌わせるっていう、ね。うちの兄もそう歌わせてんじゃん。やっぱボケになってる。SLGA サガーとかさ。ああ、そうだね、うんうんうん。ボケになってる部分を歌わせちゃうと、うん、ちょっとその、なんかもうネタがなんかブレちゃうから、うん、その振りの部分の歌とかだったらまあいいかもしれないね。ああ、まあ確かにな。そこの、俺のサビを聞きたい、ボケのサビ聞きたい人いるからな。そこは自分でボケ。そこはやっぱり話せないよっていう。そうだな。アイディアメールも来てます、うん、トマーティンさん、はい、花輪さんが絶対にと言うと、うん、観客全員が星をあげると言ったら気持ちいいと思います。必ずね、必ず、必ずか、必ず、必ずって言ったら全員が星をあげる、あ、それは気持ちいいか、うん、そうだね、うん、必ず星をあげ る, あげる、うん、こ、こ、うもん見えてもって言ってました。わかるか。一文字。うもん見えてもみんなで。やっぱり内藤さんのもんだからさ、言っても。いや、今更。こんだけ散々やっといて。俺のオリジナルのやつは、こうも見えてもしかないから。わかってるんです。内藤さんのやつだっていうのはわかってるんです。とっくにもそれは。はるかちゃんのやつはなんかあるの？はい。あ、何ですか、うん、行楽、振りは角野卓造みたいな、私はその、うん、まあエジプトの壁画とかですかね、 あと N スタ、あ、ホラン千秋じゃねえよとか、あ、はい、あと今日は川を泳がないんですか、カッパじゃねえよ。ちょっとそれは振りは初めてやりました、ね、今日川は泳がないんですか。今日の質問、カッパに対してどんな質問なの、今日顔泳がないですか、泳がないですか、キュウリでよかったですね。意外に振り分かってないんだね、あんまり、はい、あんまりそのやり振り振られてじゃねえよっていうことはあんまり私はないんで、そうだよね、はい、難しいですね、カッパですか、カッパじゃねえよ、カッパじゃねえよ、うん、そうだね、そうだね、難しいよね、こういうのってね、難しい、難しい、お笑いだって難しいじゃん、こういうの普通に、そこまで言わせんのもなんかあざとすぎるし、うん、そうそうそう、確かに、うん、春菜とかはちょっと敏感になりすぎちゃって、うん、だからなんか普通に道の説明であそこの角のとか言われると角の卓造じゃねえよって言っちゃって、あ、別に角の話をしただけなんですけどみたいな、あそこの角のって言う、言うだけで反応しちゃうんだ、職業病だね、あ、なるほどね、急に気まずくなるみたいな。そうだよね、もあるらしい、急に怒るわけだからね。他の説明難しくなっちゃうよね。そうですね、その人からしたら、ね、そうなっちゃうと本当職業病だな、そうなっちゃうね、生活に支障きたしてるな、それは、ちょうどいいとこでね、やりたいですけどね、ね、
今週は吉祥寺の中カフェに行ったの？あ、カフェに地元じゃない、はい、あ、そうですね、うん、地元でなんかいいカフェ探してまして。地元でいいカフェ探してた。はい、うん、結構あるんですけども、うん、結構人の他のお客さんの会話とか、うんうん、私聞いちゃうんですよ、うんうんうん、聞くの好きで。でカップルが隣に座ってて、うん、聞いてたんですけど、うん、その女の子の方がその彼氏に、うん、生まれ変わったら何になりたいみたいなの聞いてて、うん、で彼氏の方がなんかちょっと疲れてたのか、うん、あんまり乗り気じゃなくて、うん、みたいな感じで生まれ変わったら、うん、俺とか言って、俺と思ってそんな自分好きな人いるんだみたいな感じで言ってて、でも彼女はもうちょっとこう話を膨らましたみたいで、うん、じゃあなんか職業とかで別のやつになりたいのあるとか言って、うん、彼氏もなんかめんどくさそうで、うん、もうな、職業とか言って、じゃあそっちは何なのみたいな言って、で彼女が振られたから、私はもう逆に警察官かなって言ってて逆にってどういうことと思って逆だったらなんかおかしいよ ね、 なんか逆っていうことは今なんか追われてる立場なのかな、うん、そうかもしれない追う側になりたいっていう意味の逆なのかな、逆にだからね、うんうん、すごい気になっちゃいました。気になるよね、わ、はい、かるわかる。結構カフェでカップルの会話そんなにでかい声じゃなくても気になるでしょ。そうですね、なんか静かな、うん、いいカフェほど聞こえてくるんです、うん、自分たちも聞かれてるかもしれないってちょっと怖い時あるね。あ、そうですよね、うん、あるある、うんうん、気づかれてた打ち合わせとかね、よくやるからね、打ち合わせとか、そうそう、確かに、うん、確かに、ね、あるある。なんか昨日西岡澄子さん知ってる？西岡澄子さんいるじゃん、はいはい、なんかノラちゃんからさ、はい、西岡澄子さんがさ、なんかちょっと花さんに相談したいことあるから、うん、つって、うん、なんかよかったら会ってくれませんかって言うから、うん、昨日ラジオショーの前にさ、うん、その喫茶店で2時間ぐらいさ、うん、話したんだよ。うん、結構さ、西岡さんなんかちょっと声大きいからさ、なんかすごい全部大丈夫かなって聞かれて。なるほどね。聞かれてんじゃないかって。聞かれてんじゃないかな。確かに。思っちゃってさ、そう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 、なんかその本の自分の本を映像化することで、うん、なんかいろいろ誰かいい脚本家さんいませんかっていう、そうポンコツ家族って話だったんだけど、うん、結構その全部言うから、なんとかなんとかね、私ね、うん、なんかあんまり合わなくてとか、ああそうですか、ああそうですね、あんま聞かれたくない、うんうん、ああそうですね、まあ、結構初対面があったから。そうそうそうね。なるほど。さあ、ということで、はい、今日のゲストが、ね、タモンズのね、一人が、ちょっと、うん。日本放送生活の窓口が無料セミナー、プロが教える相続、贈与と資産運用、新NISA制度でも知っておくべき相続対策のポイントを開催。5月21日火曜日午後1時30分。場所は日本放送イマジンスタジオ。詳しくは日本放送生活の窓口セミナーで検索。天然植物活力液 HB101、 野菜、花、米などに水に薄めて使うと植物がぐんぐん元気になります。 HB101 は 0120-86-1261 フローラまで。植物元気 HB101。 古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？北村ならどんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計やブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999 157-999。 出張買取はカメラの北村、高価買取キャンペーン中。過払い金の確認は 0120-999。 中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすれば、あなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか今すぐご確認ください。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。はい、
どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？あつらじ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。今日は未来環境デザイン企業ミラースホールディングス、三菱ふそう、他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時50分から。ごめんね、間違えちゃいです。いやいや、本当に大変。大波くんのこと大場って言ってこんなに。いや、すいません。はるかちゃんも大波で会ってますから、確認してくださ い, いや、すいません。知らないコンビの知らない方だけ来ちゃって、本当すいません。僕も本当今日は断ろうと思ってたんですけど。オリックスオリックスファンじゃない方がさ。そうなんです。いや、僕もオリックス好きなんですけど、高校の同級生で神戸出身なんで。ね、はい。二人とも神戸。そうなんですよ。出身で。いや、ほんとすいません。今日はでも大丈夫相方。いや、なんか、昨日から急に声出なくなって。え？なんか、セカンドあるあるらしくて。え？もう全員おじさんなんで、まあ、去年も、マシンガンの滝沢さんとか、囲碁将棋の根立さんとか、もう二日前に全員声出なくなって。で、だから昨日声が出なくなったってなった瞬間に、もうすごい医者の名前が、ここへで、ここへで、ここへでって、こう、セカンドメンバーが。みんな、やっぱりもう、おじさんだから。もうね、都内で10カ所ぐらい教えてもらって。知ってる病院の情報がすごい。行き過ぎだよ、それ。昨日、滝沢さんなんか3つぐらい教えてもらって。そう。へ、早く行った方がいいよって。はい、優しいね、はい。なんとかね、挑戦間に合うといいけど。声にも特徴があるからね。そうなんですよ。ちょっと声が、ちょっと勝負どころなんで。そうか。まあ、やっぱりそういうのってあるよね。はい。でも、一筋縄じゃいかないね。本番が。でも本番直前じゃなくてよかったじゃん。そうですね。でもやっぱり仕事というか舞台をいっぱい入れていただけるので、吉本興業が、いろんなところで漫才させてもらうんで、もうやっぱり慣れてないんでしょうね、喉が。ああ、ちょっとペースがね、はい、一気に乱れてくると。で、昨日最後、大宮セブンライブっていう大宮でやってる毎月のライブの後に、今15分枠って言って、ちょっとお芝居をやってるんですけど、それの、サオ防作っていうシリーズで飛びました。はい、あ、そうだ、漫才じゃなくて、はい、漫才じゃなくて、お芝居中に芝居中の、まあ、ちょっと18禁のお芝居なんですけど、うん、女性との行為中の喘ぎ声で飛びました。うん、すいません。サオ防作。サオ防作シリーズ。サオ防作の喘ぎ声で飛んだの？サオ防作がいろんな。島工作みたいなことなの？まあまあ、まあ、ちょっとニュアンスは、お借りしてるかもしれないですけど、本当に否定する人がいたら、面白いサオ防作。コンビニの店長でいろんな女性とこう、まあ、混じり合って出世していくっていう。大宮でやってる。大宮で竿防作シリーズっていうのは今一番熱いんですよ。竿防作シリーズ、はい、で、竿防作さん役が安倍さんなんで。うん、もう主役なんですよ。うん、で、昨日は工場長竿防作で、うん、いろんな工場の悪をこう女性のこうまぐわりながら、ピロートークで聞いていってみたいな。だから15分のお芝居で3回、抱かしていただくんですね。サオ防作さんが。ベッドシーンがあるんだ。で、2回目の喘ぎ声で飛びました。なんであいつが喘ぐの？いやいや、それは感情入ってるんですよ。サオ防作として、女性とのこう、大宮劇場でどうなってるんだよ。3回目の喘ぎ声なんてカスカス。お客さんでしょ、ね、どうやって見ればいいの？それファンがいるのさ。サオ防作シリーズのファンはもちろんいますよ。当たり前じゃないですか。シリーズ化されてるんですから。当たり前じゃねえだろ。大宮の常識は世間の常識じゃねえから。全然大宮のこと分かってないですね。いや、大宮セブン分かってなかったですね。今もう漫才コントじゃないです。今、竿防作が軸なんです。なんですもちろんですよ。大宮の。劇団スティックもやってるから、棒と言われたら、あ、なっちゃったんだよ。そっちの棒かなと思ってたけど。そっちの棒が、そっちの棒じゃないの。棒です。スティックの方の棒です。お、一緒だよ。あ、そうですか。いやいや、あなたは棒読みの方の棒でしょ。うん、こっちはもう思いっきり、下半身の方の棒です。下半身の方こっちはさらっと言うな。一番嫌いな棒だよ。なんで一番嫌いな棒だ。めっちゃ笑顔で言ってるじゃないですか。好きなとこ。どうやったら入れんの、大宮さん。めちゃくちゃ興味あるじゃん。それオーディションさせていただきます。何人いるの？いや、その防作シリーズは、その大宮セブンの中の、うん、その。選ばれたメンバーで、だから出れない人もいるんですよ。あ、みんなが出るわけじゃない。はい。なので、
大波くんは出てんの？あ、僕は、あの、総合プロデューサーなんですよ。その、劇団の。劇団の、はい、総合プロデューサー去年は、あの、劇団トランプマンっていうのをやってて、それで僕トランプマン役で、1年劇団をやって大成功を収めたんで、今年は、まあ、サオ暴作シリーズ、と若手を育てる意味で、サオ暴作シリーズで勝負しようって、サオ暴作は、じゃあ、安倍さんやなっていうことで、今、安倍さんが、その、オーディションしながら、女性役とかね、そう、いろいろやってるんです。サオ暴作、あ、サオ暴作シリーズ、はい、若手を育てるために。いや、もちろんです、もちろんです。もう出たい出たいってすごいんですから。すごい、吉本の後輩たちが。いや、そう、大宮、大宮セブンのメンバー内しか出れないんですけど、うん、その、佐尾坊作の相手方の女性役が今すごい人気なんですよ。うん、ここで女性役になれたら、うん、大宮セブンの名声が上がるって言われてるんで、まあ、昨日は一応、囲碁将棋の文田さんと、うん、ジェラードンのアタック西本さんと、うん、GAG の SJ さんが一応女性役でバッチリ。女性は女性役じゃない、女性じゃない。あ、もちろんです。大宮セブン内でやってるやつなんで。うん、その女性役みんなやりたいん？もちろんですよ。当たり前じゃないですか。当たり前がわかんないんだけど。わかんないんだよな。座長の、座長座ってたら、水とか持ってきますからね。あの、大宮セブンのメンバーが使ってくださいっていうことで。うんうん、地位が上がるんだ、その。上がるんですよ。大宮セブン内の地位が上がるんですよ。あ、じゃあ今めちゃくちゃ地位上がってんじゃん、大宮。いや、僕、タモンズが、うん、あの、中心なんですよ、大宮セブンって今。当たり前じゃないですか。あ、そうなの？その、都内の常識で喋らないでください。ごめんごめんごめん。え、今誰がいんの？タモンズがトップにいて。で、うん、まあ、だから昨日。マジカルラブリーとか？いや、もう全然です。え？マジカルラブリーさんは、うん、あの、この日本放送の、うん、あの、オールナイト、日本があるじゃないですか。うんうん、だから、大宮セブンの後の15分枠は飛び出して出れないんですよ。ああ、もうネタ終わったら、うんうん、あ、そのコーナーライブ、大宮セブンライブっていうコーナーライブ終わったらすぐ出れるんですよ。なるほど。出ちゃうんで、うん、15分枠に出れないんですよ。うんうんうん、その時点で最下位です。いやいやいや、はい、そこが出ないやつはもう認められないんだよ。忙しいから、筋肉雑魚とメガネ雑魚。言うね。あ、そうです。15分枠出れて初めてなんで、うん、大宮セブンっていうのは。それは、もうちょっと早めにするとかできない？あ、できないですね。あの、18禁なんで。深い時間じゃないとさ、知らねえよ。でも、その、マジカルラブリーが帰った後でも、はい、お客さん帰らず。あ、そう、満席です、もちろん。もう、サオこう、サオ暴作が今中心だ。サオ暴作？サオ暴作。シリーズを見たいから、はい、残るんだ、みんな。で、1年で、うん、今、サオ暴作を、うん、あの、総理大臣サオ暴作まで行くっていう、毎月の、こう、あれが。今、工場長まで。今、工場長まで来てるんで。あと、まあ、6ヶ月ぐらいで、総理大臣まで行って、うん、最後、あの、まあ、アメリカの、この、大統領、夫人とかと、こう、うわ、するみたいな、すごい。それで、トランプと前回のトランプマンと繋がってる。それはちょっと、そうなんですよ。花田さん、ほんとそうなんですよ。そこまで僕はもう映画浮かんでる。やばいやばいやばい、ごめんごめん。壮大な構想があったんですよ、それは。そこで。すごい六本木がなんか一旦見れるんですか？いや、大宮です。あ、大宮です。大宮でしか見れないです。大宮でしか見れない。湘南新宿ライン乗ってください、みたいな。ここまで行くのにも、大宮が初めてできた時は、はい、なんだ大宮みたいな。いや、ほんとそうですよ。何年ぐらいだっけ大宮。2014年に始まったので、劇場が。か、はい。で、その時はほんと、3人とか、4人とか。お客さんが？お客さんが。で、その吉本の劇場が大宮にできるっていうのがもうありえないので、もう本当にお客さんも、もう酒飲んで、その酔っ払いの方とかもすっごい質というか、もう暴言とかめっちゃ吐かれましたし、あ、そう、ボディーガードいたんですか、最初劇場に。あの、治安が悪すぎて危ない人が来たら、うん、なんかレーザーポインターを腰からつけてるボディーガードの人がいて、うんうん、その人がレーザーポインターをそうお客さんにあげて、うん、帰れって当てて帰れ、そういう人もいたぐらい、そう、はい、で、徐々に徐々に根付いていって、お笑いのお客さんが増えてっていう感じなんで。あ、でも、タモンズもその頃からもずっと。あ、そうですね。僕らも2014年から。へぇ、すごいね。一番初期のメンバーだ。そうですね。マジカルラブリーさんと僕らと GAG さんは、一番初期から。うん、みんなね、その M1 チャンピオンも出て、そう、売れていくと、はい、なかなかやっぱそれをこう維持していくのも大変でしょ。みんなが出れるっていう。そうですね。でもなんかみんな、大宮セブンっていうのはもうすごい愛してるので、うん、その月1回の大宮セブンライブだけは全員集まるってことですよ。すごいな、いい話だよ。ザ・セカンド・タモンズが優勝したら、うん、そうですね、ね、サオ暴作シリーズも大きなるんじゃないですか。いやいや
忙しくてできなくなるんで。ええー、そうじゃない。好きだな。中心でやっていきますよ。テレビで。佐賀豪作をテレビでやるっていうのはちょっと違うの？いや、それはね、うん、ちょっと。いや、違う、役者さんとかにさ、ああ、ダメです。俊明さんとかそういう。ダメです。それはダメです。その、大宮セブンメンバーがやるっていうのは、そこは僕は、ブランディングちゃんとしたいんで。ブランディング、その、そう。相手方が綺麗な女性やった方が視聴率上がるんじゃないの？でもそれ、リアルになりません？それも、DVD とかあるんでしょ？ DVD とかで出すやつになるじゃないですか。絶対無理だよね。有名な女優さんでやるのは。はい。そっか、最後の15分の企画を、まあ、だんだん生まれてきたんだ。そうですね。初めいろいろやって。はい、そうです、そうです。もう、今、東京からも来るの、お客さんは。ああ、もうそうですね。もう、チケットは取れない感じにはなってきてます、ね。だから、アメトークとかの、あれも、ああ、そうですね、そうです。はい。それも、アメトークさんで特集してもらったり。うん、はい。まあ、キャパがそんな大きくないので、うんうんうん、150ぐらいのキャパなので、うんうんうん、まあ結構、先行で漏れたりする方は。マジで？ああ、じゃあチケット取れない時もあるんだ。はい、そうですね。出たことないでしょ？あ、大宮何度か行かせてもらって。ハリセンボンも？はい。あ、そうなんだ。大宮はでも、本当にヘボいので、うん、そう、吉本内でも非公式劇場なんですよ。うん、どういうこと？だからもう、ルミネとか NGK とかはすごい売れてる方いっぱい出るじゃないですか、うん、大宮って社員もめっちゃビビってるんですよ、うんうん、だから売れてる人絶対呼ばないんですね、うん、一回カウス師匠がいらっしゃった時に、うん、なんかもう全員テンパりまくってスタッフ全員やばいやばいやばいってなって、うん、なんか移動中に、うん、カウス師匠が大阪から移動中に、うん、なんか雑談で、うん、なんか今吉本のロゴあるじゃないですか、こうニコって笑ってる吉本のロゴがあるんですけど、うんうんうん、あれ俺あんま気に入ってないねんなーっていうのをポロッと雑談で言い張ったらしいんですよ、うんうん、そしたらマネージャーさんがデッキで大宮に電話して、うん、すいません師匠が今大宮のロゴがそんな好きじゃないっていうお話をされてましたって言って、うん、新幹線そしたら、うんうん、結構あるんですよ、うん、大宮の劇場ロゴを、うんうんうん、でも支配人とかスタッフがやばいやばいやばいってなって、うんうん、どうしようどうしようってなって、うん、劇場の前のロビーの物販のミキのステッカーの棚で全部隠してました、うん別にいいじゃないですか。そんなんでロゴあるぐらい。今更ね、怒らないじゃないですか。今更それでも行かないとか言うわけじゃない。好きじゃないって言っただけで、うん、全部もうマジックとかなんかカーン検査して。そんなの別にいいじゃないかっていうスタッフがいないんだ。いないんですよ。もう、怖いんですよ、売れてる方。だからハリセンボンさんがいらっしゃるってなったら、そんぐらい。ああ、そっか。ちょっとやっぱり地下感が強いんだね、やっぱり。そうそうそう、どうしてもやっぱり。慣れてないんだ。だから東洋館と同じだよ。東洋館と全く同じ、初め酔っ払いばっかりで。で、みんなたけしが、ここで売れたんだよ。たけしさんが来た時にみんななんか下向いたから。ビビっちゃった。偉そうに言ってたの。偉そうに言ってた師匠たちが。そうなんですよ。ビビっちゃうんですよ。だから卒業したいって気持ちはないんだ。逆にもう大宮でずっとやりたいって気持ちなんだ。ああ、そうですね。ずっと大宮で。すごいやりたいですね。愛してるんだね。愛してるんだね。いよいよでも今回ザ・セカンドで、予選も結構強力な相手だったでしょ、祇園とダブルアートって。そうですね。関西の。はい。タモンズだって関西でしょ、僕らはでも出身は関西なんですけど、東京 NSC の11期生で。あ、そうなんだ。はい、ハリセンボンさんの2年後輩で。なんで東京に、うん、2人とも同じ高校だったんでしょ、だって。あ、大学がもうこっちで、うん、もう大学辞めて、大阪、実家帰って入ろうかなんて話だったんですけど、うんうん、まあマンションもあるし、うん、まあこっちで行くかっていうことで。高校の時は、だって同級生で。同級生で、はい。あいつなんか、やばかったでしょ、阿部君。高校の時。あいつやばかったでしょ、あいつなんかやばかったでしょ、地元の連れじゃないですか。あいつやばかった。あいつやばかった。あいつやばかった。高校の時やばかったな、阿部君。なんか見て火つけたりしたんでしょ、なんか。いや、火つけたというか、高校の、野球部で、うん、で、なんか1年生って物質使えないんですよ。うん、で、なんか暗いところで、うん、着替えないとダメなんで、うん、みんな見えないんですよ、服が。うん、そんな暗いんだ。ほんと暗くて。服が見えない状態着替えてて、で、なんかかわいそうやなということで、うん、なんかたまたま、ライターをね、一気に拾ったらしくて、タバコとか吸ってないですよ。たまたま拾ったらしくて、あ、ライターあるやん。で、雑巾があったんで、雑巾火つけたんですよ。そしたら明るいじゃないですか。で、みんなありがとうってなって、原始人の褒められ方したんですよ。
で、それで、なんか、安倍ちゃんありがとうみたいになって、で、みんな着替えれて、じゃあ帰ろうかって雑巾捨てて帰ったんですよ。そしたら次の日、あの顧問が、誰やこれってなるじゃないですか。焦げた、あの、雑巾。何やねんこれってなって、みんな集まれってなって、誰がこれ火つけたんって言ったら、安倍が褒められると思って、言ったら火を発明したやつじゃないですか。明かりをもたらしたやつだから、あ、僕ですって言って、あ、僕です、僕です何かって言ったら、あ、お前って言って、定額やってなって、で、定額になって、で、物質を、なんか、捜索、タバコ捨てんちゃうかみたいな。で、タバコ出てこなかったんですけど、なんかあの、クーラーボックスあって、それが、あの、安倍が管理してるクーラーボックスで、その中には、みんなが、あの、読み終わったエロ本を入れてて、それで、あの、安倍屋って言って、ツタ屋みたいな感じで、安倍屋って言って、カードを発行して、これエロ本借りたいです。あ、じゃあ何月、花輪くん何月何日に、あ、もう、返してくださいって言って貸し出すみたいな、帳面と、安倍屋っていうカードとか発行してたんですね。それをピンクボックスって言ってたんですけど、それ見つかって、別件逮捕で、あの、刑期伸びたんです。伸びちゃったんですよ。火はいつかやったんですけど、無実なのになみんなのためにやってるのみんなのために優しさでやってんのに、全部、火でいつかピンクボックスで6日、計11日の定額になっちゃった。ピンクの方が若干重かった。悔しいな。めちゃくちゃいいやつなんだ、ね。いや、いいやつなんですよ。みんなのためにやってやったんだから。安倍屋を経営して。安倍屋を経営して。苦労して、いよいよ今回ゴールデン、いや本当に七曲がりとやるわけですけど、はい、どうですか、ね、いや七曲がりは本当にずっと一緒、もうほぼ仲間か、大宮セブンというか、もう大宮でずっと一緒にそうなんだ、ね、やってきたコンビですんで、うん、まあ、怖いですけど、まあでも楽しみですね、楽しみだね、はい、ね、6分だからね、6分、うん、見てらっしゃるんですか、あれ見てないんだよ、だから全然見れなかったの、アーカイブがもう、どういう感じで見られてるんですか、セカンドのこと。あ、去年は 見たよ、うん、もちろんね、本番いい大会になるんですかね、今後、いや、もう絶対、あ、今後ね、はい、そうだよね、 M1 がないからね、はい、それはもうここにみんなかけたいでしょうね、どうなんだろう、言っても同世代の方々もいらっしゃいますよね、このタイムマシンさんとか、そう、いや、でもみんながここまでやめないでやってる人っていうのは、うん、基本的に相性がいいじゃん、コンビって、うん、相性悪かったらやっぱ続かないじゃん、あ、そうですね、だからやめないっていうことはもちろん面白い人たちだから、うん、そこからなんかこう優勝するには、うん、はい、なんなのね、なんかこうドラマチックなあれがないと、ああ、ドラマがいるってことですか、だから堂々がやられたって俺結構いいドラマチックな、あ、結構な要素で、ね、あんまりその喉の調子とかどうでもいいんじゃないかなと思うのよ、この大会に関しては、なるほど、うん、だからいいと思うんだよ、むしろプラスだと、うん、だから当日ももうなんか来れなくなっちゃうぐらいでもいいと思う、ダメですよ、来れなくなってない、僕漫談で死ぬほど滑って絶対負けるでしょ、そう、100点出るんじゃないですか、漫談で出れんの、そもそも漫談で出れんの、なんで出ようとしてんの漫談で、いや、じゃあちょっと改めてお知らせありますか、はい、いいと思いますよ、ね、いいですか、今週土曜日、はい、土曜日、あの、うん、ザ・セカンド、漫才トーナメント2024がフジテレビさんの方で、うん、生放送でございますので、はい、ぜひ見ていただけたらなと思います、はいはい、よろしくお願いします、あのタモンズのツアーもやってんだよね、ああ、ね、いいですか、これも47都道府県ツアー、そうなんですよ、タモンズライブ宴47都道府県ツアーということで、毎月あの2カ所ずつ60分漫才、うん、ノンストップの60分漫才を2カ所ずつやらせてもらってるんですけど、うんうん、5月が、秋田、青森、6月が、岡山、広島、7月が三重、滋賀、8月が沖縄となっております、めちゃくちゃ楽しそうじゃん、はい、いいね、はい、やらせていただいてるので、まあ、これのおかげでちょっと決勝行けたと言っても過言ではないので、力がついたんだね、やっぱり、はい、ぜひ見に来ていただきたいと思います、じゃあちょっと決勝頑張っていただきたいと思います、よろしくお願いします、はい、今日のゲスト、タモンズ大波君でした、ありがとうございました、ありがとうございました。中央事務所よりクレジットカードをご利用した経験のある皆様へ、クレジットカードのリボ払いにも過払い金があることをご存知ですか？なぜならキャッシングのリボ払いのお支払い時に利息を払いすぎているからです。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。現在リボ払い経験のある方々に現金が返金されています。
まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。周りに知られることもないし、しつこい営業電話もありません。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。骨董品がお好きなあなた、今週土曜日は小田急江ノ島線相鉄線大和駅へ。改札口を出るとそこはもう骨董市、たくさんのお店で思わぬお宝に出会えるかも。朝7時から雨でも開催、詳しくは大和骨董市で検索。あー忙しい忙しい。小宮、そんな時こそ食ったを食べて一息つこう。ダメであります。なぜならラジオの準備で忙しいのであります。じゃあ僕が小宮の分も食べるね。ダメであります。間だけいい思いをするのは許せないのであります。ラジオそっちのけで食べるであります。しっかり麺とうまこくスープで満たされるマルちゃん食った食った。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので確認はとても大事です。また他の事務所で断られた方も大歓迎、当事務所なら給付金を受けられるかもしれません。最後に、この給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。まずはあなたも給付の対象かご確認を。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。話の途中で断っても大丈夫、相談は無料です。続いてはハロー神奈川です。神奈川県の情報をお伝えします。で、特典サービスが受けられるお得なクーポン、ハマフェスパスポートと魅力満載です。詳しくはハマフェス Y165 のホームページを検索してください。横浜のスタジオから田中さんにお伝えしました。田中さんは、はい、カフェとかで、はい、誰か喋ってるやつ会話とか結構気になっちゃいますか？ああ、うん、結構聞き入っちゃいますね。あ、みんなそうなんですね。はい、だって面白いですよね。やっぱ面白いですよね。はい、ああこんなこと考えてるんだとか、ね、そうですよね、はい、あちょっと今度田中さんも聞かれてる可能性もありますからね。気をつけないと、気をつけないといけませんね。ありがとうございました。ありがとうございます。天童よしみコンサート2024音楽の旅心の贈り物、8月30日金曜日午後1時30分カルツ川崎ホール。チケットのお問い合わせは 03-3355-3553IS まで。時刻は1時53分です。続いて、東武野田線鎌ヶ谷駅そば野崎建築工業がお送りする日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さん、お願いします。はい、お伝えします。ロシアのプーチン大統領は今日、中国の北京で習近平国家主席と会談しています。中国国営通信の新華社が伝えたもので、終了後、共同声明を発表する見通しです。今日の東京外国為替市場の円相場はアメリカの長期金利が低下して日米の金利差が縮小するという見方が響き円高が進み、一時1ドル153円台に突入しました。午後1時現在は昨日より2円12銭円高ドル安の1ドル153円97銭から98銭の水準となっています。市場では15日に発表されたアメリカの消費者物価指数の内容などからアメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会が利下げを先送りするという観測が後退しました。銃撃されたスロバキアのフィツォ首相の容体についてタラバ副首相は15日、手術がうまくいき命に別状はないとイギリスの BBC 放送に明らかにしました。また地元メディアは現場で拘束された容疑者についてスロバキアに住む71歳の男だと伝えました。
政治活動家という情報もありますが、具体的な動機は明らかになっていません。59歳のフィツォ首相はロシア寄りとされ、強権的な政治姿勢に懸念の声が上がっていました。今回の銃撃を受け、記者会見で容認できないと述べた林官房長官です。我が国として本件のような暴力行為は断じて容認できません。この点、先ほど岸田総理からも同首相へのお見舞い、暴力行為への非難、およびスロバキア政府およびその国民への強い連帯の意を X を通じて発信をしたところでございます。政府として事態を注視してまいりたいと考えております。次に、おととい朝、埼玉県戸田市の首都高速道路池袋線でトラックと乗用車合わせて7台が絡み3人が死亡した事故で、逮捕された運送会社社員振畑左京容疑者28歳が、体調が悪く風邪薬を飲んで運転したと供述していることが捜査関係者の話で分かりました。警視庁は事故との関連を調べます。おしまいに、栃木県で発生した強盗事件の被害者の名義のキャッシュカードで現金を引き出そうとしたとして、警察は今日、窃盗未遂の疑いでベトナム国籍の自称内装工の20代の男を逮捕しました。また入管難民法違反の疑いで一緒にいたベトナム国籍の男も逮捕しました。警察はこの2人と栃木、群馬など4つの県で続いた強盗事件への関連を捜査します。この時間のニュースは以上です。森田さん、ありがとうございました。野崎建築工業はあなたの住みたい家づくりを応援します。野崎のコンフォートシリーズは販売、施工、アフターサービスまで自社一貫体制でお住まいを提供。フリープランで叶える家族の夢、東武野田線鎌ヶ谷駅そば、野崎建築工業。ウィルコさんからタモンズの感想をいただきました。はいはい、うん、サオ暴作めちゃくちゃ気になります。劇団スティックでもやってほしいです。なんて棒演技の濡れ場は演技界にも演劇界にも衝撃を与えると思います。濡れ場ね、濡れ場、うん、でも劇団スティックの場合本当に女性もいらっしゃるからね、うん、そうそうそう、そういう形になると思いますけどね。そうなっていくかもしれない、うん、なっていくと思う。こうラブストーリーとか、うん、全然本当にそういう風になってもらいたいんだけどね。なってもらいたいんだ、うん、いろんなドラマに出てほしいんだけどね、劇団スティックの。あ、ドラマにね、うん、もう濡れ場とかやってもらいたいんだけどね。セクシー担当とかもそれいるんですか。セクシー担当はクワクちゃんかな。え、クワクちゃんかな。クワクちゃん、うん、まあ、そやっぱいるんだ、うん、やっぱいるよそれは。そしたらまたね、人気になるかもしれませんからね。さお、ね、うん、暴作って、暴作そうって言われたらやっぱほっとけないもんね。だってね、いやもうマジで何だろうって思って、うん、なんか仕掛けてきたなと思って。仕掛けてきた。スティック煽ってきたなと思って。煽ってきたなと思って。俺って思ったけど、うん、ね、挑発されたと思って。常識が全然違いましたね。飲み屋の常識全然ちょっともう、そう、はい、知らなすぎて。でもあのやり方さ、俺たちが満強でやるやり方ご存知ですよね。知らないよ。なんで知らなきゃいけないんだって思うんだけどね。警備員がいたってたね。あー、確かにレーザーポインターで。うーん、浅草でもそこまでならないからな。浅草いないさ、進んでるね、やっぱ吉本ってね。時もね、ヤジとかはあったけど、うん、効果あるんですかね、レーザーポインター。レーザーポインターってなんかビビるのかな。なんかでもこう、眉間とかやられたら怖いんじゃないの。殺されると思うんだよ。持ってると思うかもしんない、はいはい、まだまだメール待ちております。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？北村なら、どんなカメラでも高く買い取ります。さらに、時計やブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は、0120-157-999、157-999。出張買取は、カメラの北村、高価買取キャンペーン中。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。建設現場や工場で、アスベスト、石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。特に、中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方、または、労災保険を受けた方や、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は、対象の可能性が高いです。対象者が亡くなっている場合は、遺族の方が対象です。